こんにちは、ポムチャンネルです。よろしくお願いします。今日は主人からじゃんプレゼントをいただいたので、これを開封していくっていうのと、お知らせ告知をしたいと思いますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。それではどうぞ。はい、ということで主人からプレゼントをいただいたんですけど、これは何のプレゼントかっていうと、出産お疲れ様ということで今回いただきました。欧米ではプッシュギフトと呼ばれていて、プッシュっていうのは英語で生きむっていう意味らしいんですけど、まあ、そんな感じで出産を頑張ったママに対してはパパがプレゼントを贈るっていうのがまた最近日本でも流行ってきているみたいです。まあ、実は私このもう中身は知っちゃってるんですけど、この商品の紹介もうまくできるかわかんないんですけど、やっていけたらと思って動画を撮っていきたいと思います。それでは開封していきたいと思います。じゃーん、パナソニックのナノケアっていうスチーマーです。これ私妊娠中に出産頑張ったら欲しいなっていう風に主人にはボソって言ってたんですけど、実際もらえるとも思ってなくって、いざ出産したらそんなこと忘れてたし、なんなら娘のためにもっともっとお金をかけたいとか思っていたところで、私にこういうものをプレゼントしてくれたので、すごいびっくりしました。嬉しいです。それではちょっと開けてみたいと思います。はい、ということで中身はこんな感じになっています。アロマの香りに包まれて、ダブルオンスチームとダブルレイミストのダイナミックオンレイギャップで美活肌へということで、今ちょっとこの箱を読んだだけなんですけど、ちょっといろいろな機能があるみたいで、ちょっとまだ今説明書も全然読んでなくって、もう化粧とかもしちゃってる状態なので、しっかりこの使い方を調べた上でまたこちらのレビュー動画を撮りたいと思うので、そちらも楽しみにしておいていただけると嬉しいです。私の動画を見てくださってるのは多分ほとんどの方が女性で、妊娠出産を控えている方っていうのが多いと思うんですけど、もしねこの動画を男性の方が見ていらっしゃっていたら、何か出産お疲れ様っていう風に奥さんにギフトを送るのをおすすめしたいと思います。はい、そして冒頭でお話ししたお知らせについてなんですけど、今ありがたいことにチャンネル登録者数が2200人の方が登録してくださっていて、1000人に到達した時に2000人に行ったらやってみたいなと思っていた、質問コーナーをやってみたいと思います。で、質問についてなんですけど、私自身のことに関しては皆さんあんまり興味ないと思うんですけど、妊娠出産についてとか、あと産後1ヶ月の生活についてなど、私自身が記憶が新しいうちに何か残しておきたいなっていうのと、もちろん見てくださっている皆さんに何か役に立てればなと思って今回募集することにしました。もちろんそれ以外のことに関して質問いただいても全然大丈夫なんですけど、もしかしたらお答えできない質問もあるかもしれないということをご了承いただけると嬉しいです。そして、質問の募集の仕方なんですけど、ちょっと皆さんにとって手間かもしれないんですけど、インスタグラムのストーリーの質問機能を使って、募集したいと思います。ちょっと私が育児とか家事の合間合間でまとめをやっていきたいと思うので、ちょっとそれやりやすい方法でやらせてください。で、私のインスタグラムについてなんですけど、下の概要欄にも貼ってあるし、ちょっとこの辺に ID を載せておくので、それを検索して、フォローしておいていただけると嬉しいです。で、ストーリーだったらすぐに消えちゃうんじゃないかと思う方もいらっしゃると思うんですけど、プロフィールのところにハイライトを、3日4日ぐらい残しておくので、その間に質問をいただけると嬉しいです。はい、ということで今回簡単な感じになってしまったんですけど、これで動画を終わりたいと思います。そして、ちょっと皆さんにご理解というか申し訳ないなと思っていることがありまして、コメントをありがたいことにたくさんいただくんですけど、全てにお返事できている状況、できていない状況になっているのが現状であります。もちろん全てのコメントに目は通しているんですけど、過去の動画にいただいたコメントとかだとどうしても見落としてしまうことがあるかもしれないので、どうしても何か聞きたいこととかありましたら、インスタグラムの DM を送ってくださると、
そちらだと遅くなるかもしれないんですけど、確実にお返事はするようにしていきたいと思いますので、そうしていただけると嬉しいです。はい、ということで今回も動画を見てくださってありがとうございます。この動画が良かったよとか、もう一回見たいなって思った方はチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。